こんにちは、レトスノーです。試験お疲れ様でした。大手の予備校だったり、大手の通信講座さん、予想合格ラインもう出してきていますね。その予想合格ライン、実際のところどれが正しいのか、どうやって合格点を考えたらいいのかについてお伝えしていこうと思います。で、おおよそどこも35点プラスマイナス1点、36点プラスマイナス1点。このあたりがやっぱ多いんですね。となってくると大体、このあたりが合格点になってくるだろうという話です。で、おおよそもう37点の方っていうのはもうほぼほぼ合格です。合格確定ですね。で、一方で33点の方っていうのはもうこれはですね、もうなかなかもう今年の試験、合格っていうのは難しいです。34点も正直合格する確率は低いんじゃないのかなと思います。で、一方で36点は合格する確率は高いです。一番気になるのが35点の人なんです。ここはもう合格発表を待たないとわからないと、いった感じですね。37点の人は、安心していただければと思います。で、弊社も個別指導の受講師さんから自己採点の結果いただいております。試験が終わった直後ぐらいに個別指導を受講された方っていうのは、40点台の方、意外といらっしゃいます。で、一方で、4月ぐらいから受講された方っていうのは、やはり勉強する期間がその方々よりも5ヶ月間ぐらいちょっと遅れるわけです。なので、やっぱその分ですね、点数は低いかなといった感じです。それでも38点とか、それぐらいは取っていただけるんですけれども、理解学習を実践していただける期間っていうものがやっぱ少なくなっちゃうんですよね。それがおそらく要因じゃないのかなと。40点以上取れないっていうのは、それが一つの要因なのかなとは思っております。ただちゃんと理解学習していただければ、卓研試験であれば一回に合格できますんで、もし今年の試験で33点以下で、なかなか今年の合格難しいという方は、ぜひ来年に向けて対策をしていただければと思います。今からであれば十分対策期間あります。1年ありますので、これまで自分自身が行ってきた勉強の仕方、見直していただければと思います。そこをちゃんと改善できれば次の試験合格できますんで、ぜひ次の試験目指していただければと思います。これまで勉強してきたわけなんで、その勉強を無駄にしないためにも、これまでの勉強を糧にして、次の試験で絶対合格していただければと思います。で、今回は来年に向けて、どうやって勉強方法を変えていったらいいのか、これを合わせてお伝えをしていきます。次の試験で絶対合格したいという方は、このまま動画をご覧いただければと思います。それではこちらの動画ご覧ください。今回は試験が終わった後、自己採点して、惜しくも合格点に届かなかった。そういった方について、今回は勉強方法の確認について解説していこうと思います。何が原因で落ちてしまったのか、また来年合格するためにどういった部分を修正していったらいいのか、直していったらいいのか、それについて今回解説していきます。落ちた方っていうのは必ず原因があります。その原因を一つ一つ潰していくことによって合格につながりますんで、ぜひ参考にしてみてください。そして今回は3つの原因をお伝えしていこうと思います。これは過去の動画でもお伝えをしているんですけれども、改めて今回はちょっと細かくですね、解説していこうと思います。まず1つ目が計画ですね。これ計画はもう絶対にやっぱ立てないといけないんですよ。で、これを紙に落とし込んだりとか、Google カレンダーとか、そういった、ネット上のカレンダーとかに記載していく。これもちろんやっていただいてもいいですし、それやらなかったとしても自分自身の頭の中である程度計画を立てておくってことはやっておかないと、おおよそ試験前になってもう間に合わないとかってなっちゃうんですよ。なので必ず計画は立てましょう。で、この計画を立てる際の注意点なんですけども、まず1つ目、これすごく重要なんですけども、勉強方法を変えるまでの期間、これを考慮してほしいんですね。人は習慣で生きる動物なので、これまでの勉強法を変えるのにはすごく時間かかるんですよ。卓研試験に1回でも落ちたことがある方っていうのは、もうおおよそ丸暗記学習をしちゃってるんですね。テキストと過去問集の丸暗記、先生の言ってることを丸暗記、みたいなことをやっちゃうんです。で、これをやっちゃってると、いつまで経っても合格ってできないんですね。後でもお伝えをするんですけども、理解をしながら学習するっていうことが非常に重要になってきます。つまり、丸暗記学習から理解学習に変えるまでの期間、これもちゃんと考慮した上で計画立てないといけないんですよ。初めて勉強される方っていうのは、勉強の習慣っていうのはついていないので、いきなり理解学習ができるっていう方もいるんですけども、一回落ちた方っていうのは、これまでの勉強の仕方がもう身についちゃってるんですね、習慣として。
その習慣を変えなければ結果は変わらないんです。だからその習慣を変えるための期間というものも計画の中に入れておかないといけないんですね。まあ、大体1ヶ月は入れておいた方がいいと思います。1日2日は理解学習をしようと思って理解学習をやっているけれども、1週間経ってしまうとまた戻っている、昔の丸暗記学習に戻っている、もうそういった方はもう非常にたくさんいます。もう9割以上がそうだと思います。人って習慣変えるのってすごくきついんですよ。難しいんですよ。なので相当意識をして変えようと思ってやっていかないと、また同じ丸暗記学習に戻ってしまうので、この勉強法を変える、丸暗記学習から理解学習に変える期間をまず考慮しましょうということですね。1ヶ月は最低でも見ておきましょうって話です。で、2つ目の注意点、3回は復習する予定、これ組んでましたでしょうか。例えば過去問10年分やるというのであれば、過去問10年分を最低でも3回ですね。まあ人によっては5回だったり、まあそれ以上やる方もいると思うんですけども、まあ少なくても3回は復習する計画を立てておきましょう。1回やっただけで頭に入るって方はもう天才なんですよ。まあそういった方あまりいないんですね。私も含めて多くの方が凡人です。天才ではありません。なので何回か復習してやっと頭に入るんだってことを前提として計画は立てておかなければいけないので、その点も注意をしておきましょう。で、3つ目はもう8月以降は模試に使いましょうって話です。言い換えたら、もう7月末までで過去問集、例えば10年分とかは8割ぐらいは頭に入れておこう。そういった計画を立てておきましょうっていう話です。早くから勉強している方だとこれできるんですけども、4月以降から勉強を始めた方、まあ、つまり試験6ヶ月前から勉強を始めた方だと、これなかなか厳しいんですよ。今言ったように、ここで1ヶ月間使っちゃうわけですよね。なので4月丸々1ヶ月使って、5、6、7、この3ヶ月間で過去問を3回回さないといけないってなってくると、もう相当ハードルが高くなってくる。もう1日の勉強量をだいぶ取らないといけなくなってくるっていう話になってくるんですね。と考えたら、いつから勉強した方がいいのかっていうのは、おのずとわかると思うんですよ。実際弊社の個別指導の受講師さん見てても、毎年試験が終わった直後から受講していただいた方、4月から受講していただいた方と比べると、全然やっぱり合格率って違うんですね。1、2割やっぱ違ってきます。早くから始めておいた方のが、余裕を持って勉強できるのは当然じゃないですか。また勉強の修正もできるんですよ。勉強はしてても間違った方向に勉強していく方やっぱ多いんですよね。そういった時に修正ができるんですよね。時間があるから。時間がなかったらもう修正してももう間に合わないってなっちゃうんですよね。なので早い段階から勉強を開始するっていうのは合格するためには非常に重要な要素となってきます。これは計画を立てていただいたらわかると思うんですよ。今言ったように4月から開始するっていうと1日の勉強量、まあ、相当多くなっちゃうんですよね。まあ人によってはもう3時間とか4時間とかやんなきゃいけないことになっちゃうので、そうなってくると仕事されている方、主婦やっている方、もう時間がないと思うんですよね。そこまでの時間を取れない可能性が出てくるので、計画を立てて早い段階からも勉強を始めるってことをやっていきましょう。で、続いて2つ目。モチベーション管理です。宅建試験っていうのは勉強する期間非常に長いですよね。今から勉強を始める。試験直後から勉強を始めるってなってきたら、1年間勉強し続けなければならないんです。まあそうとは言っても1年間ずっと勉強し続けるってまあ無理じゃないですか。モチベーションが高い時はやっぱ勉強できるけれども、1ヶ月ぐらい経ったらモチベーションやる気が下がってきて勉強やらない期間って誰しも出てくるんですよね。そういった時にできるだけ早く勉強に戻る、このスイッチがあるかないか、これすごく重要なんです。ない人はいつまで経ってもダラダラ勉強しない期間が続くんですね。例えば頑張って3ヶ月間勉強しました。でもやる気が落ちてしまってモチベーションが下がってしまって1ヶ月2ヶ月勉強できませんでした。これでは合格は難しいんです。まあ長くても2週間ですね。できれば1週間以内には戻してもらいたいんですよ。そのためには勉強に戻るスイッチが必要じゃないですか。例えば一つですね、今回方法をご紹介いたします。それは予定の中にいつ、どこで、何をやるかを入れておくってことなんです。つまり、もう休む期間を事前に決めておくわけですね。例えば、1週間休むって決めたのであれば、その1週間後の日に、何時から、どこで、何の勉強をするのか、この3要素を予定表に入れておきましょう。Google カレンダーでもいいですし、手帳を使っている方であれば手帳の中に入れておいてください。
できれば前日とかにアラーム通知だったり行くようにしておくと、あ、明日から勉強しないといけないなってわかるので、まあそれも一つ有効だと思います。実際私自身もこれは使ってました。ぜひ参考にしてください。で、続いて三つ目。もうこれはずっと動画でお伝えをしている理解学習なんです。ただこの理解学習、勘違いしている方、意外と多いんです。何を勘違いしているか。もうすべて理解しようとする人、意外と多いんですね。これは弊社の受講者さんの中でもいるんです。何でもかんでも理解しようとする人ですね。でも実はそれはそれで逆に非効率になっちゃうんですね。理解すべき部分は理解する。丸暗記でいい部分は丸暗記。このバランスが重要なんですよ。じゃあどこを理解したらいいの？どこを丸暗記なの？って、これは一つ一つの問題によって異なるので、ここで一概にこうですってお伝えすることは難しいんですね。なのでそれは個別指導で行っているんですけれども、一つ具体例を出して言うと、例えば数字の部分ですね。例えば2週間以内に何々をしてください。あと罰則、2年以下の懲役とか3年以下の懲役とか100万円以下の罰金とか、こういった数字っていうのは正直あまり根拠ってないんですよ。法律を作ってる方がだいたいこれぐらいだろう。他の法律だったり他の罰則と比べたらちょっと重い方がいいから300万円以下の罰金にしようか、みたいな感じで感覚的にこう作っている場合がやっぱ多いんですね。そこに明確な根拠はないんです。300万円以下の罰金になってるけども、じゃあ250万円以下の罰金ではダメなのって言われたら、おそらく答えられないと思うんですよ。法律を作った方であっても。なので、もうそういった数字についてはもう丸暗記でいいんですね。あと、問題文を解いていて、あれ、この場合どうなんだろう、あの場合どうなんだろうって考える方、意外と多いんですね。でも、それって過去問で出ていますかってところなんです。過去問で出ていたら、その場合も考えた方がいいでしょう。例えば、時効完成前の第三者の話、時効完成後の第三者の話。これについては実際の本試験で出ているわけなので、ある問題があって、時効完成前の第三者の問題が出ているのであれば、あ、これは時効完成後も考えないといけないな、ということで、これは考えるのは OK なんですけども、過去問で出ていないような内容について、この場合どうなんだろう、あの場合どうなんだろうって考えるのは、これは非効率なんですね。過去問に出てこないってなってくると、例えば判例にないとか、それほど重要でないとか、まあそういった部分なんですよ。そういった部分を勉強する、また考える、また調べるっていうのは時間がもったいないですよね。なのでそういったことまではしなくてもいいんです。過去問に出てきている部分、これについて理解すべきものは理解をしていきましょうっていう話なんです。今回お伝えした内容は理解学習を勘違いをしている人の内容なんですね。実際のところで言うと、まあ、こういった方ってそんなには多くないんです。全体の割合から見ると。全体の割合から見ると、もう丸暗記学習の人がもうほぼほぼ、まあ、8割、9割型丸暗記学習です。まあ、本人は理解学習やってるっていうふうに思ってるかもしれないんですけども、私から見ると、それは理解学習じゃないってやっぱ思っちゃうんですよね。まあ、いろいろ無料の読者さんからもご質問受けるんですけども、まあ、おおよそやっぱできてないんですよ。で、そのできてない原因は何かというと、その方々がお持ちの教材の中に理解すべき内容が入ってないから、載ってないからなんですね。これは予備校通っている方もそうだし、大手の通信講座受講されている方もそうだし、独学の方もそうなんですけども、多くの方が宅建の教材で勉強するんですよ。で、宅建の教材には理解すべき内容まで記載されているものって少ないんですね。ポイントは載ってるんです。だから多くの方がポイントを暗記していくっていうやり方しちゃうんですよ。まあ、これが丸暗記なんですよね。じゃあ理解はってなってくると、これはもう専門書で調べながら勉強するって感じなんです。民法であれば民法の専門書、もしくは法律事務所や弁護士さんのサイトとか、まあそういったもので勉強していく。税金関係であれば税理士さんだったり国税庁のサイトとか、まあそういったもので理解を深めていく。法令上の制限であれば国土交通省のサイト、都道府県のサイト、そういったもので調べながら勉強していく。これをやっていくと理解学習が実践できます。ただ一方で、何を調べなきゃいけないのか、またどこまで調べなきゃいけないのか、ここが難しいんですね。で、今お伝えをした理解学習をしていると思っている方っていうのは、この部分が間違っているんですね。何を理解しなければいいのかっていうところが分かっていなかったりとか、またどのくらいの深さまで理解しなければいけないのかが分かっていない方、これが多いんですよ。つまり理解すべき部分を間違っている方も意外といるということなんですね。
ご質問があったときに、いや、そこは理解しなくてもいいんですよ。ここはもう丸暗記でいいですよっていう場合、非常に多いんですよ。また、ご質問を受けて、そこまでの深さまで理解しなくてもいいですよ。もうそれは司法試験だったり、司法書士試験、そういったレベルの受験生が考えることだから、まあ、そこまでは考えなくてもいいですよ。宅建レベルであれば、ここまででいいですよ。みたいな内容も多々あるんですね。だから、この切り分けってすごく難しいんですよ。さじ加減っていうのかな。これはもう過去問を分析しながらやっていくしかないんですね。なので、もうこの点が一番難しい部分だと思います。これは独学の方だけじゃなくて、予備校に通っている方も、通信講座受講している方も同じです。お伝えしている通り、学校だったり、通信講座の動画だったり、そういったところでも理解すべき内容までお伝えしているところって少ないので、自分自身で調べなきゃいけない。理解学習を自分自身でやっていかなきゃいけない。となった時に、何を理解すべきなのか、どこまでの深さまで理解すべきなのか、それが分からなくて挫折する方、意外と多いです。で、弊社の個別指導では、何を理解すべきなのか、どこまで理解すべきなのか、まあそういったところはもう解説の中に入れております。なので、調べていただく内容ってすごく少なくなるんですね。で、また、ご質問も24時間365日受け付けておりますので、わからない部分があったらいつでもご質問ください。実際そのご質問を受ける中で、そこまでは理解しなくてもいいですよとか、まあこれはここの部分もう丸暗記でいいですよみたいなアドバイスをどんどんさせていただきます。なので、勉強法の修正もできるんですね。自分自身でやってる方ってその勉強法の修正っておおよそできないんですよ。自分では合ってると思いながらやっている。もしくはこのまんまで大丈夫だろうかって疑問に思いながらやっている方、意外とやっぱ多いんですよね。でも弊社の個別指導であれば、私がその部分を修正かけていきます。多い方だと毎日メール来ますんで、毎日修正をかけている感じなんですよね。予備校だとおそらくそこまでできないと思うんですよ。毎日先生に質問するっていうのはなかなか難しいんじゃないでしょうか。授業が開始する前だったり、授業が終わった後とか先生に質問行くんですけども、生徒さんが複数いるので、こう並んでいるって話も聞いたことあるんですね。そうすると自分が回ってくるのに30分かかる。また自分の質問の持ち時間も10分ぐらいしかない。結局わからない部分がどんどん溜まっていって、もう学校行かなくなってしまう。わからないから挫折してしまう。まあそういった話も受講者さんから聞いてます。弊社の個別指導はそういったことはありません。また計画表も私が立てさせていただきます。ちゃんと勉強ができているのであれば問題ないんですけれども、もしできていなかったら毎週1回ですね、勉強できていますかって確認しますので、その時言っていただければ修正かけていきます。ご安心ください。宅建合格するのってそれほど難しくないんですね。ただ、やり方を間違えてしまうと難しく感じるんです。やり方を間違えなければ、宅建はもう1回で合格できます。実際元とび職の方で中卒の方、また法律知識ももちろん全くなし、元ヤンキーだった方なんですけども、そういった方でも1回で合格していただきました。まあ、その方が弊社の受講者の中で最短の方なんですけども、その方は7月から受講していただいて、3ヶ月間で1回で合格していただいたんですね。なぜその3ヶ月で1回で合格できたか、もちろん1日めちゃめちゃ勉強していただきました。5時間ぐらいやっていただきました。その3ヶ月間は。ただ一方でやり方を間違えていたら絶対に合格していませんでした。その方とはもう毎日やり取りをしてた感じですね。毎回勉強法の修正を加えて、で、どんどん弊社の教材を使って、もうどんどん問題をこなしていっていただく。まあ、弊社の問題集の解説には、先ほどお伝えした通り、理解すべき内容が書いてあるので、どんどん理解学習ができるわけですよね。もうそれをどんどんこなしていただいて、1回に合格していただきました。今からであれば、そんな5時間も取る必要はありませんので、1日90分ぐらい取れれば、十分合格目指せます。もし次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導ご検討いただければと思います。今からであれば、次の試験であなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからぜひご確認いただければと思います。あなたのお申し込みをお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。